では特集です。女子サッカーのなでしこリーグが今週末に開幕します。去年レギュラーシリーズで優勝した岡山湯野ゴーベルは三山福本といったチームの顔に新しい戦力も加わりました。今年は年間総合優勝を目指します。まだ雪をかぶった中国山地から冷たい風が吹きつけます。底冷えするグラウンドで岡山湯野ゴーベルの選手たちの動きは軽快です。まだ吹き抜ける風は冷たい美作ですが、あちらでは岡山湯野ゴーベル開幕直前の調整が行われています。湯野ゴーベルには今年新たに11人の選手が加わりました。チームを率いて5年目の種田香織監督が期待する新戦力の一人がディフェンダーの高橋千穂選手です。大阪府出身の24歳、今年から湯野ゴーベルに加わりました。もういよいよだなって思うのと同時にやっぱり引き締めていい立ち、開幕戦を迎えたいので、しっかり勝ちにこだわる、試合のために練習をもっと取り組みたいなと思います。高橋選手は昨シーズンまで6年間 FC 吉備国際大学シャルムでプレーし、キャプテンなどチームの中心選手として3年前のなでしこリーグ昇格に大きく貢献しました。しかし昨シーズンはなでしこリーグ2部への降格も味わいました。自分自身の成長っていうのも考えたところで、もっとチームの中でも上の人がいる中でも自分はもっと厳しい世界に入った方がいいのかなっていうのも考えて、その決断をしました。高橋選手の身長は湯野ゴーベルの選手の中では最も背が高い170センチです。攻撃陣に長身の選手がいないチームの中で、守備だけでなく攻撃的なポジションでも起用が予想されます。高さを生かして、セットプレーとか攻守にわたっての、得点もしっかり取れるようなところを売りにしたいと思います。非常にこうしなやかで、あと長身という部分でそれぞれ の彼女が持っている、特徴というものが、一日も早くチームの中で、よりこうベストマッチしてくれる日を願っているんです。チームの大黒柱三山彩選手は今年のチームに去年とは違う可能性を感じ取っているようです。新たにたくさんの、選手が加わって、新たな一面を見せれるシーズンになるんじゃないかなというふうに思っているので、全てがうまくいくとは思ってませんが、いろいろな楽しみを持ちながら、いい準備をしているところです。今年6月にはカナダで4年に1度のワールドカップが開かれます。前回優勝の立役者となった三山選手や福本選手にとっては湯野ゴーベルでしっかり結果を出してなでしこジャパンにつなげたいところです。女子サッカー界にとって大事な年だと思いますので、まず湯野ゴーベルでしっかり結果を出して、なでしこリーグでいい戦いができたら、女子サッカーも盛り上がってくるんじゃないかなと思いますので、一戦一戦大事にして戦いたいと思います。そのワールドカップ優勝した後はなでしこリーグの、魅力であったりっていうのがなでしこジャパンにつながっているっていうふうに思うので、今の流れを続けるためにもとにかくリーグが、盛り上がらなければいけないなというふうに思っています。湯野ゴーベルは去年レギュラーシリーズ優勝でクラブ悲願のタイトルを獲得しました。今年はさらに上の年間総合優勝へ挑戦のシーズンとなります。開幕戦は今月29日ホーム美作で埼玉を迎え撃ちます。応援に来てよかったなっていう戦いができるようにピッチで精一杯頑張りたいと思います。やはり美作での開催、ホームゲームをまず勝ち点3をしっかり取れるよう、その勢いを持って、まずワールドカップ中断期間までの、ところでしっかりとした結果を残せるように、それがやはりまず優勝につながると思ってますので、まずそこを目指して頑張っていきたいと思います。2001年に発足した岡山湯野ゴーベルにとって今年はクラブ創設15年目の節目の年となります。シーズンの幕開けまであと3日です。移籍してきた選手が語るには美作のサポーターの応援ってすごく脅威だったということなんですね。応援の力って大きいですよね。そうそう、逆に言うと美作の選手、ベルの選手たちにとって応援がね、すごく力になるわけですからね。開幕戦特に注目したいですよね。